バセッツのワインガムワインガムは硬く噛み応えがあるグミのような菓子。ガムドロップという菓子に似ているが、ワインガムは表面を砂糖でコーティングされていないのが特徴である。動物性ゼラチンから製造され、甘味料、香味料、着色料と混ぜ合わされる。ワインガムはアイルランドやイギリスのほかニュージーランド、南アフリカ共和国、カナダ、 そして他のヨーロッパ中部の国々で一般的な菓子製品である。人気の高いブランドにはバセッツがあり、イギリスやアイルランドではメーナーズが挙げられる。名称はワインガムであるが、実際にワインは含まれていない。この名称は上質のワインを味わうのと同様ですぐ消えることがない果物のほのかな風味から付けられたものである。このため、それぞれにポートワインやジン、 ラム酒や白ワインといったアルコール飲料の故障がつけられている。製造元のキャドバリーシュウェップス社によれば赤と黒が最も人気のある色だという。ワインガムは小さな菓子屋を営んでいたチャールズ・リリー・メイナードを父に持つチャールズ・ゴードン・メイナードにより1909年にリビアで公安された。厳格なメソジスト教徒で絶対禁酒主義者であった父親のチャールズ・リリー・メイナードは 息子のゴードンがワインガムを考案したと聞き、もう少しで彼を首にするところだった。しかしチャールズ・ゴードンは父にワインガムのレシピには実際のワインが入っていないことを知らせたのである。1990年、メーナーズ社はイギリスの菓子メーカーでキャドバリー・シュウェップス社の子会社であるトレバー・アバセット社に買収された。2002年にメーナーズのワインガムは 売り上げが4000万ポンドに達している。ワインガムは、チャーリーとチョコレート工場の作者、ロワルドダールお気に入りの歌詞である。彼は、ベッドの横にワインガムを瓶に詰めて置いていたため、毎晩就寝する前に味わっていたという。ありがとうございます。